おはようございます。ジャスト株式会社代表関間関です。前回ね、革新はどこから来るかということで、はい、でまあ、一つの社会モデルを作ってね、要はインサイドの中にこのこう人間、一般に生きてる人たちね、こう力求めたり、富求めたり、自由求めたり、うん、安定した暮らし求めたりする、はい、こう、シャバというか、一般社会があって。で、大体新しいものは外から入ってくる。はい、で、地方、日本の歴史なんか見てみようね。はい。鎌倉、あれだよね、平安時代の武士が起こったらどこ？起こったの、起こったんじゃない？武士が政権取った発祥はどこ？いや、京都、平安時代京都だよね。京都の中心だったよね。はい。はい、どこ？鎌倉から起こって、鎌倉っていうか関東から起こってね。はい。で、鎌倉に移ってるね。はい。はい、で、要はそれ貴族政治から武士の政治に移る、はい、転換期はそういう地方から起こってる。はい。うん、で、次、今度はこの武士の時代からこの明治維新にかけてはどっから起こってる？九州ですか？鹿児島、まあ、九州はもう端辺境なんだけど、そのさらに端の鹿児島、はいはい、薩摩藩、次は他には長崎、長州、長州って長崎でしたっけ？長州は山口県だから本州の一番端だよね、はいはい、あともう一つ、土佐、四国の一番端では、はい、辺境から起こってきて、はい、その辺境がひっくり返してる、ね、はい、うん、面白いですね。はい、うんうん、ということは、であとね、フランス革命なんかどうだと思う？あれちょっとね、歴史の教科書通りに見るとあれ中心から起こってるように見えるでしょ。はい、フランス200年前の GDP ってどこがトップだと思う？200万年前、フランス革命これ1798年か、はい、その頃の GDP トップの国は中国、インドで大体7割ぐらい取ってたんだよ、はい、あれはフランスとかあそこら辺はそういった意味では経済的な辺境地域、はいはい、うん、でだから中心地ではね、なかなか変革って起こんないんだよね、はい、うんうん、で今革命が起こってるとこら辺、アラブとかね、はい、あっちの方でね、あそこやっぱ辺境地だよね、はい、でニューヨークとか日本とかね、ロンドンとかパリとか、そんな大変革命なんてあんまり起こってない、はい、起こってないっていうかデモぐらい起こるけどね、はい、うん、ということは辺境から新しいものが来るっていうことです、はい、なのでもしね、会社を改革したいって言った時、どっから意見を入れたらいいと思う？外部からもいいだろうね。外部からいいんだけど、はい、もっとお金のかかんない方法だ。外の人、お客さんもいいだろうね。で、ただお客さん、まあお客さんもいいだろう。はい、お客さんもいいんだけど、はい、やっぱあれね、ちょっとここは窓際族にいる人たちだね。要は黒い羊と呼ばれる人たちじゃん。わかる？はい、窓際っていうか、はい。うん。うん。うん、うん、はい、そこから変革起こるから、はい、なんとかな、そのもう トップっていうんじゃないけど、そこの中心人物から変革はもう起こんないよ、はい、でそこの中心人物に変革させようって無理だよ、うん、っていう話ですね、はい、はい、どうもありがとうございます。ありがとうございました。